棚が倒れたんだよ。こっちもまだどけずに。あの家だ。マリン、マリン。マリンは、マリンはどこにいる。マレット。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服は、ピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。マリン、よかった、無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい。よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。
よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと。お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、うん、エアリス、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんて、タークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら、私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。
無茶はしないでおくれよ。七番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれか。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。へえ、さすが古代種だぜ。深い意味はねえよ。すごい地響きだったな。これって事故じゃないよね？本当にプレートがない。冗談か。あそこだ。さっさと抜けちまうぞ。行き止まりだ。チッ、あそこを行こう。危険なモンスターはいるが、なんとかなるだろう。Good luck.
チャ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 だ。の結果だ。
と怖いね。七番街に戻るの。キファ、行こう。から抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。そっか。生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。どうしたものか。姉ちゃん、大丈夫かな？きっと大丈夫さ。何があるかわからない。備えはしっかりな。気をつけてな。七番街か。おう、忘れ物しまってな。そうか、あんまり物はないが見てってくれ。運べたのはこんだけさ。無理すんなよ。よくそう思いたいけど。もう少し。探してみるか。他のところに避難して。